シャルル・ダンクラ・シャルル・ダンクラは、フランスのバイオリニスト、作曲家。9歳で、ピエール・ロードにバイオリンを指示。ロードは、ダンクラ少年の才能に感銘を受けて、推薦状を持たせて、ピエール・バイオや、ルイジケル・ビーに、ロドルフ・クロイツェルのもとにやる。かくてダンクラ少年は、パリ音楽院でバイオにバイオリンを、作曲を、フロマンタル・アレビに指示することになる。1830年に、 ニコーロパガニーニを経験して強い影響を受け、アンリビュータンにも同じように影響されている。1835年からソリストとしてパリで活躍を始め、その後はパリオペラ・座管弦楽団にも入団し、そのコンサートマスターに昇進している。1857年に母校パリ音楽院の教授に任命され、それから35年にわたって教師としても成功した。 学生用のバイオリン曲として、イタリアオペラの旋律を主題にした、変奏曲、6つのエール・バリエ作品89、主にベルリーニの主題を用いた、6つのエール・バリエ作品118等が知られる。弟のアルノー・ダンクラはチェリストで、チェロ指南書の著作があり、同じく弟のレオポルト・ダンクラは、バイオリニストで、室内楽の作曲も行った。ありがとうございます。